東大文系学部をもっと詳しく聞いてみた。皆さんこんにちは、キャスタス TV の浜地です。皆さんこんにちは、キャスタス TV の小林です。今回もリクエストをいただきまして、はい、東大の文系学部の、はい、まあ、ことについてちょっと詳しく聞いてみたいと思います、はい。まず実際文科1類、2類、はい、3類ってあると思うんですけども、うん、まあ、この違いとかって結構知ってる人って意外と少ないと思うんです。です、ね、まあ、僕自身もちょっと知らないことがあって、それぞれまあどういった違いがあるんですか？そうですね、まずそもそもで言うと、はい、東大って特殊で、はい、入学する時の何学部っていう名称と、はい、卒業する時の何学部っていうのは違うんですよ、はいはいはい。どういうことかというと、はい、大学1年生の時にまあ、入学するときにその受験をするとき選ぶんですね、はい、で文科1、2、3類、うん、で理科1、2、3類って3つあって、はい、で有名なのだと例えば理3は医学部みたいな、はいはいはい、なんか言われたりするんですけど、はい、卒業する前にですね2年生の途中で進学振り分けっていうのがありまして、うん、それでその学部に行くわけですよ、はい、でなんとなく傾向があるんですね。理3だったら医学部系とか、はい、文1だったら法学部系とか、はいはいはい、なんとなくあるんですよ。文2だったら経済とか、はい、ただ一応進学振り分けっていう名前があるのと、はい、あることから分かる通り、まあ、自由に移動することもできるんですよ、はいはい、ただ結構めちゃくちゃな移動は難しいんですね。文1から医学部とか、あ、そう、そう、むちゃくちゃな移動は難しいんだけど、例えば文2から法学部とか、はい、文1から文学部とか、はい、まあ、なんかこう一緒そうな細かく説明するのが長くなるから簡単に言うと一緒そうなこうジャンルだったら、はい、まあ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 そんな難しくなく移れると、はい、あ、なるほど。っていうのがそもそもその入学する時の何類、文1とか、はい、文科1類、2類、3類とかっていう何類って話と、はい、卒業する時の何学部のその違いがまず生じると。で、まあ、今日はまあ文系の話だということなので、はい、まあ、文1、文2、文3ってあるんですけど、はい、まあ、そもそもそのじゃあ傾向がどうなのかっていうと、はい、文1はやっぱ法学部の傾向があります。伝統的に多いですね、はい、で文2が経済ですね。はい、で文3が、まあ、その他って言っちゃうと怒られるんで、まあ、でもその他なんです、はい、まあ、文学もそうだし、はい、教育学部とかもそうだし、あと教養学部っていうのもあるんですね。教養学部っていうのはまたその教養の中でまた細かく分かれるんですけど、はい、例えばまあ教養学部としてその国際関係についてちょっとやったりとか、そう、まあ、いろいろあるんで、まあ、ぜひ見てみたい人は東大のホームページ行けばすぐ、はい、出てくるんで、まあ、いろいろ見てみてください、はい。で、まあ、そういうふうに、まあ、そもそも違うっていうのがまず文1、文2、文3の違い、はい、だから入学した瞬間に何かやることが全く違うってことはあんまりないんです。なるほど、うん、決まってるんですね。はい、まあ、じゃあ実際こう文科1、2、3って、まあ、勉強することも割とまあ違ってくるということで、はい、結構必修科目とかって多分また違う、違ってこないんです。だから、はい、一緒なんです。全く一緒ではないですよ、はい、一緒ではないんだけれども、はい、おおよそ一緒なんです。要は東大の発想が、はい、大学1年生の頃って文科1類、はい、2類、3類って言うんですけど、はい、教養なんですよ。教養学部の文科1類なんですよ、うん、だから全員教養やれっていう話 で専門が、3年生、4年生でやってくださいと、はい、感じなんですね。で厳密に言うと2年生の終わりぐらいから専門始まるんですよ、はい、後半とかから、はい、まあ、なんだけど、まあ、ざっくり言うと1、2年生の時は教養やって、そう、3年生の時は専門やってって感じなので、なある種文系の教養と理系の教養はもちろん違いますよ、はい、文系は実験とかないですしね、うん、ただ文1と文3の教養の部分がめちゃくちゃ違うかっていうと、はい、あんまり変わらないんですよ。なるほど、うん、例えば、はい、文1と比べて文3の方がその取らなきゃいけない文系の傾向として、うん、はい、ちょっとこう文学的なところがあったりとか、ね、歴史的なところがあったりとか、はい、あるんですよ、うん、で法学部系だとちょっと法律関係の授業取っておいてねみたいなのあるんですよ、はい、ただそれって全体のまあ2割ぐらいですね、変化が出るのは。ああ、ね、8割ぐらいはおよそ一緒のことやってます。ああ、なるほど、だからまあ結構移りやすいってのもあるんですね。そうなんです、そうなんです。ああ、なるほど、よくわかりました、はい。まあ、実際にじゃあちょっとどんどんこう進んでいくと、はい、結構進路とかもやっぱり違いはあんまある、はい、ありますね。だから当然学部によって進路全然違うんで、はい、やっぱり文1って法学部行ったらやっぱり弁護士とか、はい、そういうロースクール系ですね、ロースクール系と、はい、あとやっぱ官僚、キャリア官僚多いですから、はい、そういうの多いですし、まあ、文2とかになるとどっちかというと商社とか一般企業に就職する場合が多いですし、まあ、文学部とか文産系の学部に行くと、まあ、ちょっと先生になる人とかもね、教育学部でいるし、まあ、いろいろいますよ、はい、だからまあ一概には言えないですけど、はい、やっぱりもう軽いがあって傾向があるんで、将来のまあキャリアとかっていうのも少し違いはもちろんあります。なるほど、はい、ただまあ途中だから変えられるんでね、
文1入っても例えば経済行くことだって別にできなくはないし、文2入って文学部行くことだって別にできますから、そこはなんかあんまり心配する必要ないのかなと。だからまあ、あのどれだけ見てくれるかわからないけど、これから受験しようとする方がもしいらっしゃるのであれば、その一応なんとなくじゃあ法学部かなとか経済かなと思いつつ、まあそこを選べばいいし、入学してからやっぱ違うなと思ったら別のところに移るように頑張ればいいので、はい、はい、あとはまあそうですね、違うのはクラス分けがちょっと違って、あ、そうです、なぜかわからないんだけど文化1類と2類は一緒のクラスなんですよ、はい、あ、そうなんです、混ざるんです、混ざって半々ぐらいのクラスがいっぱいできるんですよ、はいはい、僕は文1だったんで、はい、文2の子と一緒にやってたんですね、だから専門行くときにまあクラスっていうのは実際なくなるので、はい、あの法学部行く人とか経済行く人とか、まあその他の人もいますけど、はい、っていうにも分かれてるんですけど、分散だけは分散独自のクラスだけなんですよ、そうですね、はい、またちょっと違う、そうで、また語学が絡んでて、あの僕の時代、今はちょっと分かんないですけど、僕の時代は分散だけ選択できる語学があったんですよ、イタリア語かな、イタリア語を第二外国語として選択できたんですよ、なんかそういうのの兼ね合いとかで確かなんか分散だけ独自のクラス編成みたいなだったような気がします、はい、違ったらすいません、はい、はい、じゃあ、あの素朴なちょっと疑問なんですけど、はい、分1分2分3でそれぞれなんかいる人の傾向みたいなのってなんか違うんですか、まあ、あのもちろんね、大学で何百人もいるんで、はい、いろんな人いますけど、はい、なんとなくありますね、傾向やっぱあります、はい、まあ東大生なんで、はい、真面目なやつはまあまあ多いです、比較的ね、ただやっぱり分1はやっぱね、あの官僚とか弁護士とか目指すんで、はいはい、まあ、しっかりと勉強する人多いと思いますね、比較的真面目な中でも、真面目な中でもより真面目なやつがいます、ほうほう、はい、でその中で不真面目だとこういう感じになるんですけど、はい、あのいや嘘じゃないんで、本当に僕は不真面目だったんで、まあ、なるんですけど、はい、まあ、そういう傾向ありますね、で文にはやっぱりなんかこうやっぱイメージがね、僕勝者なんですよ、はい、だから頭良くて効率いい感じですね、勉強とかも、だからひたすら真面目に勉強するというよりは、はい、まあ、ちょっとこう遊ぶとこは遊び、サークルやるとこはやり、バイトやるとこはやり、勉強やるとこはやり、はい、単位はちゃんと取るみたいな、ほうほうほう、で意外と文2から経済に上がるのってちょっとハードルが高いんですよ、あの文1から法学部に行くよりも文2から経済に行く方がちょっと大変になるんですね、そうなんですね、ちょっとね、また面白いあれがあって、はい、なので少し勉強もしなきゃいけないんですけど、はいはい、でもそれでもうまく効率的にこうやる、だから真面目なんだけどこう抜くとこちゃんと覚えてるというか、まあ、そういう人が多い印象、ね、うん、器用な人多いなと僕は思ってクラスメイトとか見てました、はい、逆に言うと法学部文1系だとあの真面目な人いるんだけど落ちこぼれちゃうのも結構文1、あ、真面目すぎる、いや真面目すぎるというか、はい、逆にもうあべついていけないってなって学校行けなくなって、はい、あの中退しちゃったりとか、へ、結構厳しい、文1は割とまあそういう意味では厳しいみたいな感じ、厳しいっていうか、はい、極端ってことですね、こういうダメな人間もいるし、はい、すごい優秀な、ね、あの人もいるしって感じ、はい、で分散はこれちょっとね、まあ、批判になっちゃいそうで怖いんだけど、はい、なんかみんなまったりしてるイメージあります僕は比較的まったりしてるイメージありますというのも、あのやっぱり分1行ったんだったら法学部行かないと、はい、なんか辛い汚しだみたいなイメージやっぱあるわけですよ、で文に行ったんだったら経済には行けないと恥だみたいなのあるんですけど、はい、やっぱり分散って結構いろんな学部があるんで、まあ、どこにいたとしても、まあ、やりたいことができるんだったらいいじゃんってやっぱ思うわけですよ、思いやすいわけ、はい、そうだ、文1入ってんのに文学部とかしか行けなかったら、はい、ちょっと親にも顔向けできねえみたいな思う人多いんですよ、まあみんなプライド高いんでね、はい、そうだけど分散は結構そのまあ選択も広いんで、はい、まあ、頑張る人はもちろん頑張るけど、はい、まあ、なんか手抜いちゃう人は抜いちゃってるようなイメージありますね、はいはい、だからもうサークルに生きてる人とか、はい、バイトに生きてる人とかは結構分散が一番こうある種まったりしていると言っても過言ではないかなっていうのもあります、はいはい、あとは勉強の傾向もあると思います、はい、やっぱり法学部とか経済学部系の勉強ってやっぱテストガチって感じなんですよ、うん、だからやっぱり文学系とかまあ、歴史でもいいし教養でもいいし教育でもいいんだけど、まあ、やっぱり調べて発表するってイメージがあるので、はい、レポートとか多いんですよ、うん、だそうすると試験前に必死こいて徹夜でとか、うん、そういうのもちろんありますよ、ないことはないけれども分子とか分子に比べるとちょっと薄いのかな、うんうん、って思えるんで少しまったり感が醸成されているんじゃないかなと勝手に思っております、はい、はいはい、なるほど、結構卒業生じゃないと分かんないような雰囲気ですね、はい、なんとなくですね、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、まあ、というわけでですね、今回は東大文系学部のことについてちょっと詳しく話してみました、はい、まあ、ぜひですね、今後も東大について動画を撮っていきますので、ぜひご視聴お願いいたします、はい、お願いします、はい、まあ、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします、はい、はい、では本日はありがとうございました、ありがとうございました。